どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。それでは皆さん、お階段の世界、ゆっくりとお巡りください。今回ですね、ある方とコラボをさせていただきました。この方ね、もう昔からもうね、古い付き合いでね、本当にお世話になってるんですけども、僕もですね、その方の方のチャンネル出させていただいてますんで、ぜひね、合わせてご覧いただきたいと思います。じゃ早速、お呼びしたいと思います。この方です。お願いします。どうも狼少年ガタオカと言います。すいません、失礼します。いや、ありがとうございます。いや、もうこのセットに憧れてましたので。大丈夫です。その前にですよ、はい、まさかの全衣装かぶり。いや、びっくりしちゃいました。まさかのこの水玉が、ウッドがかぶるとは思いませんでした。なんかあんじゃねえかっていうね。いや、本当ですよ。ざわざわ皆さんしないでくださいね、はい、本当に。まさかの、本当偶然なんですけども。偶然ですね。ね、もうお付き合いずっとこうね、古くからさせていただいてまして、片岡さん、もちろんね、狼少年という芸人さんなんですけども、はい、探偵もやられてるっていう。そうなんです、探偵やらせていただいてまして。探偵芸人。そうなんです。あとは芸能界のゴシップ情報もめちゃめちゃ知ってるとか、 あといろんな芸能人有名人のいい話もめちゃくちゃ知ってるとか、はい、なんかそういうのもね、チャンネルの方でやられてるんですけども、はい、まあ、片岡さんの方、はい、さっき撮らせていただきましたけど。そうですね、私の方で島田秀平さんに出ていただきまして、本当ありがとうございます。盛り上がりましたね。もう本当に僕は自分のチャンネルでも言わせていただいたんですけども、一発目のコラボはもう島田秀平さんしかいらっしゃらないと思って。ちょっとやめてください。本当にありがたいです。本当に出てずっとおじさん2人が褒め合ってるっていう気持ち悪い時間流れてまして、いや今本当皆さん今置いてけぼり状態になってると思いますんで。大丈夫です。これだけは本当に言わせていただきたいんですけど、はい、本当に島田秀平さんがやられてる首都神話っていうライブ、トークライブずっとやってます。はい、吉本なので、普通ホリプロさんで、でそれ首都神話さんも違う事務所の方ばっかなんですけど、吉本その呼んでいただけると思わなかったので、定期的に呼んでいただいて、そこでいろいろ怪談話の素晴らしさ、都市伝説とか、まあ、僕のいい話の部分とかも周平さんがこういうのありましたよとかちょっといただいたりとか、本当に感謝してました。ちょっと何の時間なんですかこれ。なので嬉しいですっていう。ああ、そういうことですね。感謝です。もう本当にただただおじさんがじゃれ合ってるだけで2分経っちゃいましたよ。そうですね、すいません、失礼いたしました。離脱率が、あ、そうですね、離脱率ってのがダメらしいんですよ、ね、もう本当にこっからでいきましょう。こっからお願いいたします。はい、お願いいたします。で、実はね、そのチャンネルの方では、はい、もうすごかったですね。今ね、探偵さんの中でこう知られているやっぱり人間の怖い部分の、はい、まあ、人怖の話とか、はい、あと勝手に知らないうちにアプリを入れられてて、それによって皆さんの行動が全部監視されちゃう、さらにどういう LINE を打ってるかも全部見られちゃうっていうアプリが結構簡単に入れられちゃう、しかもそれが自分では確認できないとか、そういう話なんかもあったんで、はい、もうびっくりした。まあ、そちらね、ぜひそちらで見ていただきたいんですけども、今日こちらでも、はい、お階段巡りぜひお願いいたします。ちょっと怖いお話、はい、いいですか。よろしくお願いします。まあ、なんか怖い話というか、まあ、不思議な話というんですかね、これはちょうど15年ぐらい前の話なんですけど、はい、後輩で、僕の後輩芸人でオスペンギンっていうコンビがいまして、オスペンギンさん、はい、でその子たちが、まあ、同期の芸人と3人ぐらいで一軒家を借りたんですって言われました。シェアハウスみたいな、はい、場所もちょっと練馬の方でして、あ、結構いいとこじゃない、一軒家でいくらぐらいだったの、3人で9万円なんですよ。あ、結構安いね、うん、もっと普通しそうだけどね、まあ、なので片岡さんも遊びに来てくださいみたいなので、まあ、言われたとある駅に僕も他の後輩に3人連れて遊びに行ったんです、はい、そしたら駅後輩がいて、片岡さんこっちです見てくださいみたいな、ここ曲がったここですみたいな言われたところが、まあ住宅街なんですけど、うん、なんか普通の家、普通の家、ホラーハウスっていう感じだったんです。三段落ち綺麗な、はい、そのホラーハウスが、そうなんです、後輩たちが住んでる家で、ね、
いやこれ見ぬからにホラーハウスだなみたいな、いやいや何言ってんすか、ちょっと見てくださいよみたいな。これで入ろうとしたら、この普通の家、普通の家、ホラーハウス、隣の家が豪華な家だったんですね。でこの豪華な家の貴婦人みたいな女性が、はい、犬の散歩からちょうど帰ってこれる時で、僕らを見て、あなたたちここのホラーハウスに住むのみたいな、あーあーあーみたいな感じで、そんな来てるんですね。ドラマですかって思うような感じだったんですよ。でも近隣住民の方がこのホラーハウスにって言ってくるんですね。はい、そうなんですよ。ね、なんかやっぱあるのかなこれみたいな、うん、でまあどれぐらい住まれるか分かりませんがお気をつけくださいみたいな感じで部屋の中入ってかれた。います、そんな人本当に。いや、じゃないですか、はい、もうこれな壮大なドッキリなのかなみたいな感じで、まあ辺りを見たりしたんですけど、はい、で中入ってみたら、うん、変わった物件でして、1階がもともとスナックなんですよ。へー。でそのスナックも住居で使っていいんですね。へー。で土壁で、土壁、もう いつのポスターが貼ってあるんだみたいな、ね、あのカレンダーとか古いんですよ。それもそのままになってるんですね。そのまんまなんです。ペットボトルの飲み関係とかもあって、これはいつの時代からなのみたいな、後輩のやつなのって、いや僕らじゃなくてもともとみたいな、よく気にならないなこういうの、いやまあ引っ越してきたばっかなんでみたいな。本当廃墟って感じですよね。そうなんです。普通ね、不動産屋さんが家を貸し出せますよって言ったら、はい、まあリフォームしないにしても、はい、まあ、一応綺麗にして引き出しますよ ね、 そのまんまでってことなんですか。はい、これ変なとこだなと思って、まあ一応そのスナックキッチンみたいなとこもあるけどちょっと汚れてたりして、でじゃあちょっと2階行きましょうみたいな、2階こう上がるところに、1階にスナックのところの1階にお風呂があるんですよ。変な作りでして、はい、お風呂も一応浴槽はあるんですけど、もうなんか細長いんですよ。これ何、縦にして入るのお風呂みたいな。で長いんですか。なんか見たことないような。普通だったらちょっとなんか横に広い感じじゃないですか、浴槽こうって入りたいですよね、まあ、ちょっと縦に長いんですけど、何メーターぐらいなんですか。あ、メーターまではいかないんですけど、どうでしょうね、結構1メーターぐらいなんですかね。なんかちょっと細く長いなお風呂とかで試験管みたいな、はあ、なんか変わった作りだな、はい、みたいな。で階段もこう上がりますとミシーってすごいするんです。ミシーかなり古いんですね。どこかわかんないです、隙間風でもスーみたいな、うん、これはもう本当ホラーハウスみたいだなみたいな感じでこう上がってったんですけど、部屋は一応なんか3部屋ありまして、はい、芸人3人でいろいろそれぞれ住んでんですみたいな。それでオスペンギンのデレスケって子がいて、その子の部屋を見たら1枚だけ畳が真ん中新品になってて、あと周りの畳が全部古いんですよ。もうそれ見た瞬間に、ごめんなこれさ絶対に何か釣ってるよと、首吊りじゃないけど何かあってここだけ変えたんじゃないの、いや勘弁してくださいよみたいな。でこれ押し入れあるでしょ、こういうのってこう開けたらさお札とかあるんじゃないのって、いやそれはないと思いますよって、いやちょっといい開けてってガッと開けたんですよ。ここパッと天井見たらバーってやっぱ貼ってあったんです。お札、はい、うわこんなのあるんだと。もう後輩もやはりあれって一人が怖がり出すとわ怖い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 って連鎖するじゃないですか、はいはいはい。一人部活連れてった後輩でアジアントルの伊集院っていう後輩がいるんですけど、あのその子がちょっといいですか、僕ちょっと気になっちゃって体が重くなってきたんで、外出ていいですか、はい、外パッと見て戻ってきたんですよ、はい、すみません皆さん驚かないでくださいね、僕外出てパッて2階見たら誰もいないはずなのにカーテンがこう閉まってて、ちょっと隙間から髪の長い女性がじーっと下を見てきましたみたいに言うんですよ。いや待て待て待て、怖い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 みたいな、もうそういうの怖いからやめようみたいな、あとすいませんみたいな、このスナックのところキッチンありますよね、はい、この換気扇のところ見てくださいみたいな、これ血じゃないですかみたいな、赤いのがちょっとついてたりするんですよ、うん、いや怖いなみたいな。でもうわーってなって、もうみんなで外バーン出たんですよ。もう怖いわこれ、後輩もちょっとこれもう無理ですねみたいな、もうクーリングオフじゃないけどまだ引っ越してきて1週間も経ってない 2,3 日なんだからもうこれ引っ越した方がいいんじゃないっつって、うん、いや本当そうですねみたいな。それでもう夜も遅かったんで、じゃあ、 まあ僕ん家泊まろうって言って、僕ん家でその日はみんな泊まったんです、うん、で後輩のスペインデレスケっていうのが、じゃあちょっと不動産屋に電話しますっつって、すいませんどこどこの一軒借りたものなんですけど、はい、
ちょっとなんか不思議なことが起きそうな感じなので、もう引っ越してまだ3日なんですけど、やっぱちょっと契約破棄していいですかねっつって、不動産屋さんが、ああまたですかって言ってきたらしいんです。え、どういうことですか。いや実は過去にも5人ぐらいの方住まれてたんですけど、すぐ引っ越しをされちゃう家なんですよね、うん、みたいな、あそうなんですかみたいな、ちょっと詳しく聞けませんかその話、うんうん、いやそれはさすがにちょっとうちも管理会社なので、そのオーナーさんの許可がないと、じゃあちょっとオーナーさんとお話ししたいんですけどみたいな、じゃあなんかそのオーナーさんに確認したらいいですよっていうこと、いい方でいい方いいんですね、はい、オーナーさんがじゃああのどこどこの住所なのでって僕らこう行かしていただいたんです。そしたらそのオーナーさんの女性の方が、まあ、60ぐらいの方で結構綺麗な貴婦人な方でお金持ちなんだろうなっていう、でちょっとその足の不自由な方だったんです、はい、移動が車椅子で、いろいろ実はこういうことがありましてってお話した、あそうですかと、実はですねと、もともとちょっと本当にあの聞いたかもしれないんですけど、5人ぐらい住んでたんですけど、ちょっと不思議な体験があるというので皆さんすぐ引っ越ししちゃうと、うんうん、で今回住まれる方がその芸人さんとか夢追い人と聞いたので、まあ、ちょっと家賃の方も、うんうん、変な話、まあ、1人3万円ずつぐらいで9万円ぐらいだったら払えるかなってので、ね、ちょっとだいぶ相場よりも参入させていただいてまして、あそうなんですか、そこまでありがとうございますみたいな、ただ本当困ってるんですよね、なんでなんですかねみたいな話したら、後輩が実は片岡さん探偵やってんですよ、おうおうおう、で流れで僕もまだ見習いぐらいの時だったんですけど、はい、探偵といいますかいろいろ現場には出たりしてるんですけど、え、こういうのってなんか解決とかできるんですかみたいに言われたんで、うん、いやそのお化け云々の理由とかそういうの分かんないですけど、もしもその過去住まれてた5人の方とかとお話ができるなら少しは何か糸口がね、はい、うん、ご協力できるかもしれませんって言ったら、いやぜひお願いしますみたいなことで大家さんから不動産屋さんで、不動産屋さんが、まあ、その過去の方に連絡していただいて、あのその5人の住まれてた方ですか、ご家族の方もいたんですけど、お話しすることができたんですよ。でいろいろお話しすると共通して何点かおかしな点が出てきたんです。共通して、はいはい、まずあったのが家の玄関の前にちょっとそれ花壇というかお花を置いてると、うん、まあ数日で枯れてしまう、よく言いますよね、はい、なんか良くないものがあるところって植物がすぐ枯れちゃうっていう、はい、うん、であとはあのエアコンが何回直しても壊れてしまうと。へー。であとそのポストに手紙とか入ってるらしいんですよ、はい、あなた何時に起きて何時に電話して何時にピザを頼んで何時に彼女が遊びに来て何時に寝たわよねとか、あとあなたの今月の、給料はいくらよねじゃないですけど、個人情報が全部バレてるらしいんですよ、うん、え、これどういうこと、気持ち悪ってなるじゃないですか、はい、まあ、手紙であなたのことずっと見てますからみたいな手紙があったりして、もうそうしたらそんなとこ住みたくないんですよ、あと謎にパソコンが壊れたりするらしいんですよ、まあ、よくその電化製品の不具合っていうのはちょっと冷笑だって話もありますよね、はいはい、で最終的に家の鍵が壊れて入れなくなるっていうストーリーがあるんですよ、うん、で僕はもうそれ聞いた時にピーンときたんですよ、あこれは例の仕業じゃなくちゃんと犯人がいるなと思ってます。実はそういうなんか復讐サイトみたいなところでよくあるような手口なんですよ、はい、今の手口って。え、どういうことですか。これ一つずつ紐を解きますと、はい、で一応まあそれの僕も難点なので裏取りを全部しなきゃいけないので後輩にごめんけど、3ヶ月だけもう一回このホラーハウスに住んでくれっていうので住んでもらったんですはい。でまあ各所にそういう話を聞いてたので、まあ、普段だったら芸人同士なんでお花なんか飾らないですけど玄関にちょっとお花を飾ったりとかしたんですね、うん、はい、でまあ隠しカメラとかも、まあ、あの仕掛けまして、うん、それじゃあ案の定、まあ、夜中ぐらいになるととある人がパーッと来てその自分家の、倉庫からなんか入れてるんですよ、はい、で水で薄めてそれをあの後輩の家の前の花壇でかけてたりして、それはまあ後から調べてみればその除草剤というもので枯れるためのものですよね、うんうん、であとはもうポストのところにカメラをつけてましたら、まあ、ポストの中身とかも全部その方が見てるんですよ。給料明細どうのっていうのは例えば
届きますよね、明細書、あれって実はちょっとライトにこう照らしたりしてトイレットペーパーみたいな芯をグッと押して見ると文字って透けて見えるんです。でもそれって給料明細だけじゃないですよね。はい、個人情報とか。そうです、全部見えちゃいますよね。見えちゃうんです。で、その家の情報とか会話というものは世の中にコンクリートマイクっていうのが出てるんですよ。なんかコンクリートマイク、コンクリートマイクっていうのは表上は水道管のきしみとか壁が崩れてきてないかとかを音でこうチェックすることができる優秀な機械なんですけど、表上はですよ、うん、そういう形でいろんなお店で売ってるんですけど、それを例えば隣の人の壁につければ会話は聞こえてきますよね。まあ、聴診器みたいなもんなんですね。はい、そういうものがあるんです。へえ。そうすることで、まあ、楽屋で喋ってるようなことも聞けたり、多分情報が全部吸い取られてたので、多分手紙であなたは何時に起きて彼女が来てとか、給料これぐらいあなたのこと見てますけども、完璧なる嫌がらせですよ、うんうん、ね、エアコンが壊れるっていうのは、はい、室外機にまあボンドみたいな、そうか、プロペラがゆっくりもう動かなくなってくるんですよ。そうか、エアコンって室外機外ですもんね。そうです。で、かかりが悪くなって壊れる、あれなんでかな、もうこれ直しましたよ、でまたそれを何日かに1回かやればどんどん壊れますよね。 はっきりつけちゃえば、ガッツリやっちゃえばもうこれボンドつけられてますなりますけど、ちょっと薄めたりとかそういう用の、エアコンが錆びやすくなる、そういうものとかも売ってたりするんですよ。そういうので、ああなんかなるほどなと。でパソコンが壊れるというものはポストの中に、後輩もそうだったんですけど、謎のまあそういうセクシー女優さんの DVD みたいのが送られてきて、これ何なんだろうって普通の方だと 見ますよね。一応何だろうなこれ、まあちょっと好奇心で見ちゃうかもしれないですね、はい、でこれ何だろうって見たらウイルスが入っててパソコンが壊れるっていうものなんですよ。すごい巧妙な、はい、うん、で最終的に鍵が、壊れるっていうのは、鍵の鍵穴に、ボンドをつけてしまえば、接着剤やれば開かないですよね、うん、っていうことで、それが全部僕カメラで撮れますしね。でその犯人っていうのが隣の家に住んでるお金持ちの家の貴婦人の方が犯人だったんです。すごい、本証拠は全て取れてるんです。これ何なんだろうと思って、で一応オーナーさんにお伝えに行きますよね、報告書とともに、実はこんな感じでしたって言ったら、そのオーナーさんが、ああなるほどと、やっぱりそうでしたかって言うんですよ。これどういうことですかって聞いた、実はそのオーナーさんとこの貴婦人の方は姉妹だったんです。わかんないですよね、ここまで。これどういうことかっていうと、もともとこのお二人、まあお姉妹で、まあお金持ちの裕福な家だったんですけど、まあお父様がいらっしゃって亡くなられた時に、全てお姉さんのオーナーの方の方に土地とか財産が行ったらしいんですよ。で妹さんの方はお父さんとも絶縁関係だったらしいんです。全てここに来たと。お姉さん的にはまあさすがにそれはかわいそうだということで、その妹さんが住んでる家、豪華な家の隣の家もあるから、そこをあなた管理したりしなさい、それでそこの家賃収入とかはあなたがもらえばいいじゃないっていうので、このお姉さんからすると足が不自由なので現場には行けないんですよね、うんうん、でいつも妹さんからはちょっと内装するから新しい人住むからとか、そういう情報だけ来るのでお金だけを振り込んでたらしいんです。で一応その旨をじゃあ妹に伝えましょうっていうので妹さん呼んで全部資料見してお伝えしたら、もう意外とそういう時ってもう言い訳というか嘘ももうつけないじゃないですか、はい、だから妹さん、ああそうよみたいな、パッて認めるんですよね。あそんな感じ、どんな会話になるかなと思ったら、まあ簡単に言えばさつって、もあの隣の家私の家にしたかったんだよねと、だからちょっとそういうわざと内装するっていうのもそのお化け屋敷風に DIY してたらしい。わざと、わざと、でちょっと嫌がらせとかすることによって、まあみんながこう出ていけば、うん、お姉ちゃんもさすがにもうこの家はちょっと住まいとして貸すのはちょっと問題があるから、家をちょっと壊しちゃって駐車場にしようかとか、そういう展開になれば自分の財産になりますよね、っていうことだったという一コアなお話なんです。すげえ話ですね、秀逸なサスペンスのような、はい、っていうかもう
っぱ片岡さんは探偵やられてるから、はい、前半で出てきた話が全てこう霊現象、まあ手紙は置いといたとしても、はい、なんかそういう話なのかなと思って聞いてたら、その後にその探偵という切り口で全部それを解き明かしていって、はい、最後また人の怖いっていうことゾワが出てくるから、そうなんですよ、なんかすごいっすね。いやなのでなんか本当にあの怖い話というかちょっと不思議な話だったんですけど、で僕やはりちょっと気になると一個気になるとぐーっとちょっと調べちゃうたちでして、最初にその僕が言ってた後輩のアジアントの伊集院っていうのが外出た時に2階でカーテンから長い髪の女性がそれ気になってたんですよ、うん、でなんでかなと思ってもなんかそれに関してはそのお二人もピンと来てなかった、それも一応聞いたんですよ、一応こんなことあったんでそれは本当に知りませんみたいになったのね。でちょっと練馬区の図書館にね、それで調べれるとこあるんですよ、過去に物件でどうのみたいなのをちょっと調べてみたら、そこのスナックがどうやらもともとそういうなんですかフィリピンスナック的なところで2階がそういう方が住まれるなんていうんですか寮みたいな感じだったみたいで、はいはい、その中の一人の方があの首を吊られて亡くなったらしいんですよね。なのでもしかしたら本当に覗いてたのはその時の霊の方が覗いてたのかもしれないというちょっとお話なんですけれども、情報量多すぎません？結果霊もいちゃったんですね、そこね。そうなんです、なんかすげえな、探偵として全部謎が解けたんだけど、はい、1個だけあれ解けねえなってやつが出てくるっていう、はい、で多分それに関しては、まあ、そこのお父様が、まあ、経営かなんかしてたかもしれないのね、まあ、何かあったのかちょっと謎はいろいろあるんですけれども、いやその娘さんお二人もそのことは知らなかったというので、その時のことはあの新聞にもちゃんと昔の新聞見ると載ってまして、という物件が、まあ、練馬のとあるところにありましたというお話でございます。いやちょっとでも思わずなのでなんかその皆さんがお話しするようなわー霊がどうのではないんですけど、僕からするといつも通り、まあ、見習う時期だったんですけど探偵のいろいろ捜査をさせていただいて、で最後だけちょっと気になったので調べてみたら、あ昔やはりそういうのがあった物件だったというお話なんですけど、ね、いやすごいお話でしたね。そうか、オーナーの方は足がね、まあ、不自由だから、はいはい、その物件を見に行ったりとかどういうふうに内装してるかっていうのは、はい、分かってなかったわけですよね、はい、そこをまあ勝手にお札貼ったりとか、それも多分演出だったと思います。なくなるような、はい、これなんか曰く付き物件なんですよっていうようなことにして、ここをもうどん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 人が遠のくようにやってたっていう、はい、でも最後そこに幽霊もいたかもしれない、はい、いやなんか怖い話聞きながらすごく勉強になる面もあり確かに室外機は外だもんなとか、はい、こう何トイレットペーパーの芯で光当てたら中封筒の中見えちゃうんだとか、そうなんです。あとコンクリートマイク、はい、なんか急上昇ワードでコンクリートマイク出てくるんじゃないですかこれなんでコンクリートマイクが実際どういう壁だとよく聞けるのかみたいなこともあの私のチャンネルの方で、いやそうです皆さん、いろいろとそうなんです、コンプライアンスとしてお伝えしていこうとは思ってます。そうこれはもうあくまでも高危険性があるから皆さんにそういう情報を発信したいというね、はい、チャンネルですから、もう怖いしためになるし、はい、っていうことですから、ぜひね、これからも、本当に片岡さん始めたばかりってことなんですけども、はい、めちゃめちゃ情報量ありまして何もしてますんで、これからですね、はい、ぜひあのまた2人のねチャンネルよろしくお願いいたします。片岡さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやもう前回、はい、ねえもう本当に不思議な一軒家の物件の話ありましたけども、はい、ああいう展開でさらに最後ああいうことになるのかってい う, もう何重にも怖さがね巡ってくるとい う,、はい、もう本当に一本の映画を見た感覚になってしまったんですけども、いやありがとうございます。あれでもうね、はい、終わりましたと、ありがとうございましたって言ったら
なんともう一本あるということで。いや、あのもう僕も憧れのチャンネルに出させていただけるということで、せっかくなので2本はお話しさせていただきたいなと思って今日来ましたので、おかわりいいですか。ぜひ。ありがとうございます。皆さん今回おかわりいただいちゃってますんで、片岡さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、これは本当に僕普段探偵やらせていただいてるんですけども、探偵をやる前の高校時代の話、ちょっと芸人になる前ってことですよね。はい、そうなんです、ね。まあ、僕は愛知県のちょっと知多市っていうか田舎出身なんですけど、まあ隣の中学校にスピードワゴンの小沢さんがいらっしゃってみたいなところで育ったんですけど、その中で、ね、なんか高校、田舎の高校だったんですけど、なんかまあ学園祭みたいなのがありまして、なんか応援合戦みたいな出し物が昔あったんですよ。はい、で僕当時ラグビーとかもやってたんで、何をその応援合戦の出し物はどうのみたいな、ちょっとうがった見方で見てたんですよね当時。はい、何それみたいな。で一応どういうふうにやるかと言いますと、1年生1年生で黄色と紫みたいな分かれて、200人ずつでなんか踊りをバチって決めたり、なんか出し物最後出してみたいな、本当に応援合戦なんですけど、はい、その中で3年生の白組のもう応援合戦に僕感動したんですよ。もう200人ぐらいが白とか、もう動き男子女子ともに頑張ってて、最後なんか10メーターぐらいな富士山が出てきたんですよ。組体操ですか。なんか組体操もやりつつ、なんかもう出し物みたいな布みたいな感じでうわーって出てきたりして、ちょっと感動したんですよ。はい、で僕それ見た時に高校1年生だったんですけど、高2で絶対に優勝してやるって周りに言ってたんです。応援合戦で、はい、あそうやってもう全学年みんなで応援合戦して、そういう勝負決めたんです。そうなんです、はいはいはい、で1年生1年生で2グループ2年生で2グループ分かれて3年生2グループ全部で6グループでどのチームが優勝するかみたいので、うん、僕は絶対優勝するよみたいな話してたら、周りの先輩とか先生から、いや絶対無理だよ2年生で優勝は、うん、えっ、いや2年生で優勝できないシステムになってるからみたいなことを言われたんです。システム、だから3年生に、まあ、卒業もあるんで鼻抜けするために3年生が優勝するようになってるのかなとか、まあ、そういうふうに思ってたんですけど、はいはいはい、まあ、絶対無理とか言われると僕頑張っちゃうたちです、うん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 、でちょっとそこやっちゃおうよみたいなタイプね、1年間かけて、まあ、2年生になったらこの人たちが多分同じチームになるはずだなとか全部計算して、じゃあ幹部はこいつらこいつは動きいいからこうしようとか、この子は衣装とか作るのうまいなとか、全部1年間構成を考えて応援合戦やったら、はい、優勝できたんですよ。それって結構歴史的に見てももう快挙なんですよ、ね、快挙です、うん、でもう歴代田舎なんで、もう歴代の卒業生とか見に来るんですけど、はい、2年生の青組であんなに束ねれたやつは歴代いなかったぐらいな感じで、すごいな片岡はみたいな感じで、いやありがとうございますみたいな、まあ一躍その瞬間はもうスターになったというか、はい、もうなんか勉強も当時やってなかったんで、もう親から、いや応援合戦どうので練習も遅いし何なのみたいに言われたんですけど、その当日はもう親も兄貴も怒ってますから見に来ないんですけど、優勝した時にビデオ見したら、わこんだけ束ねたのは偉いなって言ってくれたぐらい、なんか皆さんが賞賛を受ける、それくらいの学校にとっては名誉なんですね、だったんですよ、うん、ね、その2週間後に、まあ、中間テストって言われまして、あの10月13日の金曜日だったんです。お、13日の金曜日だ、はい、はい、ほんと調べてもらえばそうなんです。僕は高2の時、17歳の時の10月13日の金曜日の日だったんですけど、最終日のテスト、数学のテストがあったんですよ。もう勉強も僕その時そんなできなかったので、もうサイン、コサイン、タンジェントだけ覚えときゃいいだろうぐらいな感じで自転車乗って、サイン、コサイン、タンジェント、まあこれぐらい覚えときゃ、まあなんとか赤点免れるかなみたいので、こう最後学校に着くときにカーブ、最後のカーブを曲がってこう行くんですよ、うん、サイン、コサイン、タンジェント、サイン、コサイン、タンジェント、急がなきゃもう時間もないし遅刻しちゃうなら、左こうバーンって出た瞬間にあのダンプカーが来て正面衝突バーンしたんですよ。え、僕90度のとこだらしいんですよね。あ、向こう側じゃなくて真上にバーンって飛んで、で何かにぶつかって叩きつけられたんですよ、うん、で僕は本当にあの事故の瞬間でスローになるって言うんですけど覚えてまして、黒いブーツ履いてたんですけど、トラックダンプカー来た、僕も来た、うーわー、その田舎道なんで、まあ、結構なスピード出てたはずなんですよ、うんうんうん、
向こうも運転手がうわーって顔して、僕もやばいみたいのね、必死に履いてたブーツでフロントガラスをバーンって蹴って、なるべく後ろに飛ぼうとしたんですけど、スピードが速すぎて上飛んでたらしいんですけど、そうなるんだ、はい、がぶつかって倒れたと。ほんで、あーやばいやばい、もう行かなきゃ、遅刻しちゃうって行こうとしたら、今思うとなんかキラ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 って光るものがなんか自分の後頭部から出てるのが分かるんですよ。へえ、怖い。あれ、もうその瞬間幽体離脱を始めたんですよ。全部見えて、はい、パターン、あ、これやばいやつだな。で、もう校門の前に立った先生も来て、おい大丈夫、おかたおかじゃないかみたいな。耳から血も出てたらしいんですよ。耳から血が出るってもう本当はアウトの状態らしいんですね、はい、そうこうしてたら母親が来て、まさのり大丈夫みたいな。で、名前はとか、もう先生も、あ、もう僕が喋らすことで意識をしっかり持たせようとして、住所は何々、名前は何とかって言ってるんですけど、もう何も聞こえてないリアクションなんです。おい、なんか。で、その後、まあ、病院に運ばれて、はい、なんか母親の話によると、なんかまあそういうなんですか、集中治療室みたいな、僕入れられてて、ええ、もう医者の先生からも、もう残念ですが、まあ、多分お亡くなりになりますよと。で、プラス、まあ多分なんとか命を取り留めたとしても一瞬寝たきりにはなると思いますみたいに、もう母親も泣いてたらしいんですけど、うん、その時僕よく皆さん言うような、あの三途の川っていうのを見たんですよ。実際にあるんですね、はい、はい、で、三途の川って綺麗なお花畑があって、なんか水色のなんか川みたいなのがあるんですよ、はい、で、向こう行くと、僕の場合は紫の手だったんですから、こっちおいでみたいな、こっちおいで楽しいよみたいな、みたいな、なんかあれ、これ三途の川かなっていう意識はあるんですよ。へえ、これ行くとまずいやつだよな、けどそういう時って勝手に体がこう進んでるんですよ。聞きます、その臨死体験した方たち、はい、なんかわかるんだけど、めちゃくちゃすごく向こう側が、はい、なんか気持ちよさそうで吸い寄せられちゃう、行っちゃいけないと思っても行きたくなっちゃうっていう感覚なんです、はい、そうなんです。子供、あ、やばいやばい、行っちゃう行っちゃう行っちゃう、あ、行こうかなって、川に一歩足突っ込んだぐらいで太い声で、君はまだそっち行っちゃダメだよ、応援しなきゃいけないでしょみたいな声が聞こえたんです。ほんで、ああ行っちゃいけないんだと思って、パッて目覚めたら、その緊急治療室みたいなとこだったんです僕。で、その後病室に行きますよね。そこでも本当によくあのドラマで見るようなとこなんですけど、はい、親がそう、なんていうんですか、もうもうガラスの向こう側にっていう、もうみたいなところで大丈夫みたいな、ちょっとじゃあ会話しましょうみたいなので、僕普通の会話してるんですよ。ただずっと言ってたのが、親に言ってたのが、なんか俺目とか鼻とか耳とか口とか取れてないかみたいな、いや取れてない、大丈夫だよ、嘘だみたいな、鏡見せられても嘘だ、俺じゃないとか、ちょっとテンパってはいたらしいんですけど、ずっと言ってたのが、応援合戦あるから応援しに行かなきゃって言ったみたいで、親が、いや、あなた優勝したからもう大丈夫よ、それ終わった後テスト勉強で、テストの日にあなた事故したんだから、うん、いやおかしいなみたいな。で、親が次の日にアルバム持ってきたんですよ、はい、で見たら確かに優勝したのを見て、僕は安心したんです。ああよかったと思って、それで医者も、いやすごいですねみたいな、ちゃんと頭大丈夫でしたねみたいな、ね、いろいろ喋った、まあ、で半年ぐらい入院したらですかねとか、いろいろ精密検査したら、そんだけの驚きの事故だったんですけど、僕ちょっと後頭部2針ぐらい縫ったのと、ここの右足の太ももちょっと2針ぐらい縫っただけで、何も怪我してなかったんですよ。骨も一切異常なし、はい、骨も一切骨折してないんですよ。ほんで医者の方、これ不思議なと、今の医学ではちょっと理解できないねみたいな、うん、で結局僕1週間で退院したんですよ。へえ。ほんで、わあすごいですねみたいな、まあちょっと松葉杖をちょっと縫ってたりしたんでしつつ、一応学校に行きまして迷惑かけたので、はい、ね、まんじゅうとか持って親と謝り行ったんですよね、うん、ね、すいませんでしたみたいな。ほんで、うわ、もうスターですよね、あの事故した片岡が戻ってきた。1週間で生還してきたって。学校中の窓が開いて、片岡帰ってきたみたいな。ほんで、おーみたいな感じで、ほんで、ありがとうございました。みたいな、気をつけろよ、みたいな。いや、よかったです。ほんで、僕、文房具でも全部なくなっちゃってたんで、
近くのゼブラボールペンとか行ったんです。あ、そう、事故で亡くなってたってこと。はい、もうパーッと飛んだりしたら、はいはいはい、もうそういう文房具とかも全部あの集めなきゃいけないで、新しく買わなきゃいけないで、カバンだどうのだ、学校指定の買ったりして、そこのゼブラボールペンとか行ったおばさんだったんですけど、あなたどうしたの、頭巻いてこんな松葉杖して、あ、僕この前の10月13日の金曜日事故したんですよねと、おばさんが、え、亡くなったと思ってたって、え、なんでですかって、実はねって言って、そのおばさんが僕の高校の OB だったんです、うん、で、そのおばさんの同級生の子が2年生で応援合戦で優勝して、僕が事故したとこで亡くなったらしいんですよ。なのでそれがあっても2年生優勝させるのやめようとか、3年生が優勝するものにしようとか、なんかそういうルールができたらしいんです。へえ。で、僕ってまあさっきもお話しましたけど、ダンプカーパーン引かれた時90度飛んで何かにぶつかって叩きつけられたんですよ。それがあったから助かったって言われてるんですけど、何かっていうのは、その団長が亡くなったところに止まれの標識が立てられた。それが僕はクッションになってグッとなることで、直でアスファルトに行かずこの止まれがクッションになって叩きつけられたので助かったんじゃないのかって言われてまして、でそう考えると、僕はあのサンズの川の時行こうとした時、君はまだ応援しなきゃいけないだろう、そっち行っちゃダメだって言ってくれたのは、その亡くなった応援団長からの僕への応援のメッセージだったんじゃないかというお話でございます。まさかの2回連続拍手しちゃうとすげえ話ですね。なので、なんか僕からすると怖い話というよりも、本当になんかありがとうございますというか、ね、これは本当不思議な話なんですけど、僕の高校の前に泊まれの標識があるんですけれども、僕が10年前ぐらい実家帰った時が、いまだにちょっと僕が事故った時の血の跡みたいなのが残ってるっていうところなんですけどね。まあそれが血の跡なのか汚れと言われてしまえば汚れなのかもしれないですけど、僕は卒業する時からずっとその、なんていうんですかね、血の跡みたいなのは残ってるという。すごい。前亡くなってしまった団長が、はい、亡くなってしまった、だから建てられた泊まれの標識なんですよね、はい、いやもうそれやっぱ聞くと、まあ、もうその団長がなのかなって僕は思うんですけども、ね、はー、え、ちなみにごめんなさい、こんな質問、3年生の時は応援合戦結果どうだったんですか。もう僕は団長またやるだろうみたいにはなってたんですけど、もう事故した後だったので、ラグビーもやってたんですけど、僕はもうそこから引退しましたし、もう勉学の方に励んでました。でもう3年生は普通に僕が青組でやった時の右腕みたいな子が3年生で応援団をやってくれたので、こうするといいよっていう知恵だけを授けたという感じでしたね。じゃあその年は3年生が優勝した。あ、そうです、3年生が優勝しました。じゃあその後もずっと3年生だと思います。多分2年生で優勝したっていうのは、僕とその亡くなった応援団長だけだったみたいですね。はい。さっきそのサンズの川って話ありましたけど、はい、実際に川あるんですか。あります。なので僕ジュニアさんとなんかいろいろお話しさせていただくきっかけも、一回このお話をやりすぎコージーという番組でさせていただいたときに、ジュニアさんがあれそうやんな、サンズの川ってなっていう、その見たことある人同士だからこそ分かる細かいディテールがおそらくあるんですよ。で、ジュニアさん、俺も多分そんな感じだったわみたいのでお話しかけていただいてというのが、いろいろ仲良くさせていただくきっかけだったんですけど、やっぱり神社なんかでもね、はい、こっから神域に入りますよって、はい、大体こう川が流れてそこに橋がかかってる、この橋を越えることで神域に行きますよ、まさにあの世とこの世のね、うん、境目なんですよっていうあったりしますけど、やっぱ川ってそういう存在なんですかね、うん、いやー、そうなのかもしれないで、ね、で僕聞いたのは、はい、ある方が言ってたのが、サンズの川やっぱあったんですって、はい、で向こう側がねめちゃくちゃ魅力的、はい、なんかやっぱ行きたい気持ちになっちゃう、うん、で向こうで呼んでる、あー3人呼んでた、うん、でもこっちからダメだよ、うちダメだよ、こっち来なっていう声も聞こえる、でこっちは4人だったと、うん、向こうは5人だった、こっちは6人だった、結構ね共通するのが、
向こう側、川の向こう側で呼んでる声よりもこっち側が多かったって人が多いんですよ。なるほど。だからもしかするともう亡くなってしまった方たちっていうのは向こうの人数の方が多かったんじゃないかとか。はあ。でやっぱり呼んでいた人たちっていうのがご先祖様とかだったりするので、はい、そういう時に自分を呼んでくれる人の数が多ければ多いほど結局守られる、生き返れるから、お墓参りっていうのはその時のためにも大事なんだよって聞いて、はぁーと思ってましたね。僕それで言うと今思い出したんですけど、まあ、あの周平さん覚えてらっしゃらないかもしれないんですけど、あの昔ラジカルって番組ありまして、あの日本テレビでありましたね、はい、あの僕ちょっとそのレギュラー1年間ぐらいやらせていただいてて、はい、僕が卒業した後ぐらいに多分あの周平さんがちょっと出られた時期、僕でもねポンになってたかもしれないですね、はい、なんかそのポンの時代ですかね、なんか打ち上げでまあ共通のプロデューサーでしたよね、はいはいはい、あの天崎さん、はい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 、ね、僕そこの打ち上げの場所でお会いしたのが志麻さん、僕は初めてだったんですよ。あの志麻さん優しいので皆さんスタッフの方見てこうですね、あですね、アドバイス本当1分ずつでパッ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 ってして、すごい方だな、そうです、すみません僕芸人やってんですけど、あ全然いいですよ見せてください、あ片田さんなんか新しいことやった方がいいですね、なんか今やろうとしてることありますよね、それはですね春までにやってくださいみたいなことを僕言われたんです、はい、それが実は探偵だったんです。へえ。僕その時お会いしたのが年末ぐらい、12月ぐらいの時で、なんかちょうどなんか探偵とかかっこいいの興味あるな、ちょっとやってみたいなみたいな頭の片隅にあったんです。で、あの島田さんになんかやりたいことが思いついたことだったらやった方がいいですよっていうのがあって、原宿歩いたら探偵学校のなんかありますみたいな看板があったので、そのまま行って入ってチャレンジしたんです。わ、なので僕の今こう探偵やってるのあの時の島田秀平さんの一言がなければやってなかったかもしれないという、そういうのもあって、じゃあもしかしてそのね片岡さんのチャンネル第1弾コラボの相手に選んでいただいたとかもあるんですか。後付けではそうなりますね。後付けって言っちゃったでもこれもさ本当に自分でもあれですけど、はい、じゃあ今の片岡さんも探偵でも大活躍っていうね、はい、唯一無二の存在になってるのは、はい、僕の一言があったからってことですよね。間違いないです。じゃあ本当にあの来月からマージンいただきますので割と多めにそんな方でした、多めにお願いします。でもびっくりしたんですけど今思い出しました、はい、片岡さん手のひらねパッと出していただくと、はいはい、手のひらここにほくろあるんですよね、はあ、これほくろですか。そうですそうです。あのね手のひらのほくろって意味があって、はい、ここのほくろってアイデアほくろって言うんですよ。へえ。いろんなアイデア、素晴らしいアイデアがあって、はい、それを企画していく、はいはい、まあ、名プロデューサーに多いっていう、まあ、さっきね応援団の話もありましたけど、はい、やっぱりそういうバイタリティの方じゃないですか。でこれ持ってるのがあの秋元康さん、わあ、あと南海キャンディーズ山ちゃん、あ、そうなんですか、山ちゃんすごいでしょ、その人もうすごいアイデア、はいはいはい、やっぱそういう方なんですね。なるほど、いやいや光栄でございます。ってなるとちょっとこう片岡さんのチャンネルは秋元康さん南海キャンディーズ山ちゃんがやってるんだっていうぐらいのすごいいろんな発想出てきそうですからいやちょっと頑張ります。もう登録してますんで。ありがとうございます。楽しみにしてます。またぜひともじゃあのこちらのチャンネルの方も呼んでいただければと思います。いやすごい話ありがとうございました。いやとんでもないです。ありがとうございます。ご無沙汰しております。いやまあ例によってですね、はい、衣装が結構かぶっちゃうっていうネクタイはね前回かぶりましたね、はい、前回も原担ぎだと思って私この水玉で来ました。あ、原担ぎ、原担ぎでございます。ちょっとねあの付き合ってるんじゃないか問題がねざわざわしたんです前回実はそう、はい、まあね昔からこう仲良くお世話になっておりますんで、前回ですよ、はい、まあね怖い話2本披露していただいたんですけども、はい、思わず僕が聞き終わった後に、はい、もうスタンディングオベーションというか、立ち上がりはもちろんしないけども、うわーってもう拍手を送ってしまったという。いや、ありがとうございます。すげえ話でしたね。いや、前回ほんと島田秀平さんとコラボしていただいたので、ちょっとチャンネル登録もガッと増えまして。いやいや、だってもうすごい話でしたもん。本当に嬉しかったです。いや、それでね、はい。だからもう、見てくださってる皆さんが、うわー、じゃあ片岡さん。はい、そんな怖い話チャンネルでいっぱい出てるんだと思って見たら謎の旅行の動画が出てたインド旅行のやつです面白おじさんドジ珍道中みたいなでも面白いですよあれね。いやありがとうございます。で最近なんかはやっぱ探偵さんもやられてるんで、はいはい、そのねすげえまた濃い方がゲスト来られて、そうですね、いろいろとちょっとディープな方を紹介していきたいなと思って。本当に YouTube 版実はナックルズじゃないけどもちょっとその感じありますよね。めちゃくちゃチェックさせていただきます。ありがとうございます。はい。
で、はい、前回ね、あの、なぜか、自分もチャンネル持ってんのに、はい、自分のすごいいいお話を、ここで初披露するみたいな。ああ、はい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 。いや、なんでですか、自分のところで話してくださいよってことを、うん、散々話したのに、はい、なんか今回も、このチャンネルに向けて、話を温めていたっていう情報が入ってます。そうです。もうあの、僕、この島田さんとのコラボは、もう滑らない話だと思ってます。M1 の決勝だと思って来てますんで。あの、荷が重いです。本当にやめていただきたい。なので、その喋り慣れたお話とか、自分のチャンネルで喋ってない、新しいものを持ってきてますんで。初披露はやはり島田さんのところでっていう。本当にもうありがとうしか言えないですよ。もう前回も含めて。だから僕ちょっと、その他の、そういう階段の方からうち出てくださいみたいなのありましたけど、ちょっと待ってくださいって僕ストップかけて。でも島田さんのところで出すのが一番目に出すのがルールだと思ってやってますね。そんなルール一切ないんですよ。本当に一言言わせてください。バカかよ。いやいや、それぐらい本当に楽しみにして。いや、もう本当にいつもいつもありがとうございます。とんでもないです。じゃあですね、はい、今回もちょっとお話聞かせていただきたいと思います。はい、お願いします。わかりました。まあ私、探偵をやらせてもらってますんで、ちょっと怪談話というよりかは、まあ探偵の現場出ての、まあ目線で感じた、ちょっと変わった怖いお話をさせていただければなと思ってまして、はい、まずはちょっと、おばあちゃん詐欺というお話がありまして、うん、まあ、70歳ぐらいのおばあちゃんがいらっしゃったんですよね。うん、で、まあ、おじいちゃんと一緒に住まれてて、まあ、駄菓子屋さんをやられてたんですけど、まあ、おじいちゃんが亡くなってしまったと。はい、で、おばあちゃんが隣町に引っ越してきたんです。はい、で、まあ、仮名ですけど、横山夫婦っていう、まあ、20代後半の夫婦の方がいらっしゃって、本当に自分のおばあちゃん、自分のお孫さんみたいな感じで仲良かったらしいんですよ。うん、でおばあちゃんが何かあると横山夫婦によかったらこれ食べてねって駄菓子プレゼントしたりして、うん、ありがとうねおばあちゃんみたいな関係だったらしいんですけど、ある時おばあちゃんがオレオレ詐欺に遭っちゃったらしいんですよ。へー。ね、まあそれが、まあセオリー通りな感じで電話かかってきて、うん、あのすいません、〇〇銀行ですけど、〇〇の銀行の口座持ってますよねと。まあ今いろいろとちょっと詐欺みたいなことございますので、ちょっと暗証番号とか変えた方がいいと思う。で、その説明行かしてもらいます。おばあちゃんの時もなんかそういうのまずいなと思ってたみたいで、あ、大丈夫ですよ。私はそういうの大丈夫ですって言ってたんですけど、もう近くにいるんで、あと10分、15分ぐらい着きますんで行きますねっていうので、電話を切られてしまった。はい。で、10分、15分後にその方が来られて、男性が、うん、すいません、今こういう詐欺流行ってまして、スキミングとかされちゃうといけないんで、みたいな。もうおばあちゃんからすると、スキミングってなるらしいです。もう聞いたことない言葉。はいはいはい。え、スキミング、あれ、どういうことですかみたいな。なので、ちょっと、口座に入ってるお金とか取られちゃうといけないんで、おばあちゃん、暗証番号あるよね。それ逆から言うと、何番って聞くらしいんですよ。暗証番号を教えてって言うと、あ、教えちゃいけないってなるんですけど。それなんかわかるっていうね、はい。はい。暗証番号って逆から言うと何番だっけって言うと、答えちゃうらしいんですよ、おばあちゃん。逆からだと何番かな、あ、わかりました。じゃあちょっとその番号に、いろいろ、変えてきますんで、通帳貸してください、カード貸してください、印鑑貸してくださいで、その方がいなくなる。で、2時間ぐらいだったら戻っていくと。おばあちゃん帰っといてやると。おばあちゃんがすると2ヶ月に1回の年金の時に下ろそうとしたら、貯金していたお金全部なくなってたっていう詐欺があったらしいんですよ。最悪ですよね。で、その横山夫婦からは、ちょっとおばあちゃんがやはり人が良すぎるから、うん、ちょっとそこを調査をしてほしいと。今後騙されると嫌なんで。うん、で、おばあちゃんも、警察に届け出を出せばよかったんですけど、警察に届け出を出すと、やはりその、自分の息子さんに、すごい怒られるのが嫌だと。うん。いや、こんだけオレオレ詐欺のニュースうんぬんやって、何やってんだばあちゃん、頭おかしいんじゃないかみたいに言われると、嫌だし心配かけたくないから、もう私は警察に言わないんだっていうことだったんですよ。まあ、そうやって泣き寝入りしちゃって方多いかもしれないですね。はい、で、まあ、横山夫婦的にも、じゃあ、まあ、少ないですけど、よかったらちょっと足しにしてねって、まあ、3万円ぐらいのお小遣いを渡してたらしいんですよ。うん。で、まあ、調べてほしいって言われたら、わかりました、つって、おばあちゃんの素行調査をしてみたら、びっくりしたんですけど、はい、その横山夫婦みたいな若い夫婦の方が、まあ、9人ぐらい、9組いらっしゃって、うん。全部から3万円ずつもらってたんですよ。おばあちゃんが？はい。おばあちゃんが月30万もらって、そのお金をパチンコ屋さんで使って、その景品を
お菓子として渡してたんですよ。え？これどういうことかというと、おばあちゃんが全部仕組んだ詐欺だったんです。おばあちゃん側が、はい。犯人だったってこと？そうなんです。だからおばあちゃんがスキミングとかそういうワードを覚えたり、暗証番号も逆から言うことで答えちゃったみたいなことで、そういう詐欺が実際現場でありましたというお話です。びっくりですよね。いや、やっぱりね、騙される側っていうのはお年寄りっていう固定概念がありますから、はい、こういうふうに、本当にもうドラマとか映画とかでもう見ることがないことを僕は現場で見させてもらうことが多いんですよ。ああちょっと前なんですけど、まあ僕の後輩芸人で、まあちょっと仮名なんですけど、これも。あの、マキっていう女の子がいるんですよ。はい、でその子は、もともと5年ぐらい前、25歳ぐらいの時に、女芸人をやってました。まあ僕の後輩だったんですよ。うん、それでまあ、小柄で可愛らしいルックスで、まあ、気遣いもできるし、明るいし、まあ結構人気者だったんですけど、その子の夢が30歳でもうお金持ちで高学歴の人と結婚したいってずっと言ってたんですよ。で、まあ、いい人もできたりするんですけど、なかなか女性芸人っていうのは世の中理解されなかったりするじゃないですか。うん、まあそういうのもあったり、ちょっと変な話、なんですか、アバンチュールも結構好きな子だったんですよ。お盛んだったというか。僕も先輩だったんですけど、カタニーみたいな感じで呼ばれて、ちょっとカタニーよかったらちょっとアバンチュールしましょうよ。そんなフランクな感じ。そんな感じの子で、僕はその先輩後輩の関係を壊しちゃいけないなと思って、いやいやいや、もうそういうのはちょっとやめようみたいなので、言ってもグワッてくるタイプなんで、もう後半は僕、LINE するぐらいな感じだったんですよ。で、25歳、6歳ぐらいの時に、まあちょっと私本当に結婚したいんで、まあ芸人辞めますって言って辞めたんですよ、その子は。はい。で、ちょうど半年ぐらい前にちょっと連絡ありまして、なんか、方に元気ですか？いや、元気だよ、どうしたの？いや、ちょっと相談したいことあって。いや、何お前が相談って珍しいな、みたいな。じゃあちょっと会おうってファミレスみたいなことあって話聞いたら、どうやらマキはもうちょうど今、29歳ぐらいなんですけど、付き合って3ヶ月の彼氏ができたと。うん。ね、ちょっと結婚したいと思って3ヶ月ぐらい付き合ってたんだけど、ちょっとどうやら変なやつなんですつって。いや、どう変なの？いや、お金貸してまして。つって、いくら貸してんのって。40万貸してるらしいんですよ。結構大金ですね、はい。で、まあ、5万円で8ヶ月で返してもらう予定でした。僕びっくりしたんですよ。マキっていうのは達者の子なんで、まあ、騙すことはあっても、騙されることなんかないなと思ってたんですよね。うん。まあ、それぐらい、行為は盲目というか、ハマってるんだなと。ね、プラスもう29なんで30までもこの人に決めたいっていう多分リーチの状態だったんだろうなと思って、じゃあどういう人なのかちょっと教えてくれって聞いたんですよ。はい。そしたらまず、ちょうど半年ぐらい前に、ちょっとお金持ち風のサラリーマンの人に声かけられたらしいです。うん。じゃあ連絡先交換した。それではその数週間後に、ちょっと友達が新宿のタワーマンションに住んでるから、うん。そこでちょっとパーティールームで、飲み会するから、よかったら女の子連れておいでよ、みたいな。もう、マキからすると、タワーマンションって言葉はもう、大好物な言葉なんですよ。じゃあ行きたい、みたいな。で、友達とマキ含めて3人。向こう3人で、タワーマンションの最上階の、その共有スペースみたいなのがあるんですよ、うんうんうん。そこでまあ、飲み会をしたらしいんですよ。はい。綺麗な夜景でテンション上がったんですけど、まあ普通そういうとこだったらなんか、なんかチーズとか、うん、なんかワインとか、そういうなんかクラッカー的なものが出てくるかなと思っていたら、なんか意外や意外、なんかちょっと乾き物とか、発泡酒とか、缶チューハイとかが出てきたりする。うん。まあだけどまあ楽しいからいいやって飲んでて、そしたらそのタワーマンションに住んでるっていう男性とマキがちょっと外で飲み直そうって飲んで、そのまま一夜を共にして、後日付き合うことになったらしいんですよ。うんうんうん。で、ああ、よかったじゃない。で、そこから付き合って3ヶ月ぐらいらしいんですけど、おかしな点が多々。はい。何がおかしいのって言ったら、まず、一部上場企業で働いてるっていうのに、色黒で、髭とかも生やしてるらしいんですよ。ね、月に1回しか会えないらしいんですよ。へぇー。で、会うのも、全然部屋に入れてくれないらしいんですよ。最初に、共用部分で飲んで外で飲み直した時も、ごめん、今部屋にちょっと実家から両親来てるから止められないんだ、みたいなで。全然部屋入れてくれない。うん、会うのはタワーマンションの
共有スペースばっからしいんですよ。はい。いや、おかしいな、みたいな。まあ、そんなの聞いたらおかしいなって、まあ、僕とか思うんですけど、まあ、彼女も真剣なんで、じゃあ、まあ、ちょっといろいろ聞かなきゃなと。飲み会した、その、もう二人いますよね、男性の。はい。の関係もなんか毎回聞くたび曖昧らしいんですよ。怪しいですね。はい。仕事の上司だったり部下だったり、なんか地元の友達になって、あ、これはおかしいな、みたいなことがあって、結局お金40万貸して、その男性にドロンされてしまった。だからその男性の居所を調べてほしいって言われたんで、まあそんだけ、もう僕らからしたら、もうちょっと脈ないじゃないですか。はいはいはい。なので、もうこんなやめとけよっていうよりかは、まあちょっと証拠を揃えてあげて、なんか次のステップ、幸せのために、なんか僕は探偵として背中を押してあげれればなと思ってまして、いやちょっと調査協力するよ。で、いろいろ情報聞いたんです。はい、その彼氏の写真とか、住んでるマンションの住所。で、赤いベンツに乗ってるらしいんですよ。うん。で、じゃあ車のナンバー覚えてるって言ったら、ナンバーは、ちょっと覚えてないと。まあそれはそうだなと。ね、いろいろ情報、背格好とか、歩き方の癖とか、いろいろ聞きまして、じゃあちょっと調査してみるわ、つって、その週の日曜日に僕、車で行ったんです。はい。ほんで、そのタワーマンションの前で待ってたんですよ。そうしたら、まあ2時間、3時間待ったんですけど、なかなか、人も、なんですか、車も出てこないんですよね。うん。タワーマンションって普通出口が2個、3個あるんですよ。結構ありますよね。はい。はい、ほんで、普通一人で尾行するのに、探偵って3人ぐらいで尾行するんで、出口を、こう、それぞれが一人ずついて、まあ連絡取り合うんですよ。出てきました。対象者出てきましたみたいなやるんですけど、もう今回は僕一人だけなんで、調査費用もかけられないので、無料で動いているので。なので、まあ赤いベンツってなかなか珍しいじゃないですか。はい、じゃあまあ車の駐車場のところで待ってようと思って、車を僕止めて、カメラをずっと回して、ちょっと帽子で隠してこう待っとくんですよ。もう3、4時間やっても出てこないな。じゃあまあ今日は帰ろうかなと思ったら4時間ぐらい経ったら、赤いベンツが、ブワーって出てきたんですよ。ブワーと思って、ちょうどナンバーとかも取れてたんで、よしよしよしと思って、パッて運転してる人見たら、全然知らない顔だったんですよ。その、僕がマキからもらってた彼氏の顔じゃないんですよ。あれ？と思って。うん、で、一応マキに LINE して、今ちょっと赤いベンツ乗った人出てきたけど、顔こんなんだったって言ったら、間違いなく赤いベンツはこれだと。で、今思えば、そのナンバーもこの番号だった気がすると。うん、ただ運転してる人は全然違うって言うんですよ。と思って。どういうことなのかなと。まあ分かったって言う。じゃあ車のまず持ち主を調べようということで、法務局に行ったんです。ほんでナンバーを伝えて、じゃあその所有者のデータ、会社が持ってる車だったんですけど、それを見させてもらったら、IT 企業の会社なんですよね、うん。で、住所はそこのタワーマンションの住所で間違いないんですけど、所有者の方が、なんか、まあ、仮の名前ですけど、マサルっていう人なんですよ。はあ、なので、マキの彼氏とは名前が全然違うんですよ。違う。こうおかしいなぁ、どういうことなんだろうと思って、マサルっていう人をちょっとググってみたら、まあ、その、ナンパとか、合コンの、オンラインサロンをやってる主催者の方だった。へぇー。で、仮名でまあ J みたいな名前で、ちょっと違う名前でやってるんですけど、わぁ、これ怪しいなぁと思って、じゃあそれを調べてみようと思ったら、キャッチフレーズみたいので、まあ、ナンパをして、まあ入会して、1ヶ月以内に成功しなかったら、お金は全部返します。とか、テキストだけじゃなく、初めてナンパする人は、ベテランのナンパする人の、セットで、ご紹介します。はあ、歌いも書いてあるんですよ。ええ、あれと思って、そのオンラインサロンと、の会社の車と、マキの彼氏を持ってて、これどういうことなんだろう。じゃあこれちょっとさらに、リサーチ、調査しなきゃいけないなってことで、そこのオンラインサロンに僕は入ったんですよ。入った？入会したんですか？入会する。探偵ってそういうふうに全部行動して何か証拠をつかまないと憶測だけで、その、伝えられないんですよ、ね。はいはいはい。なので入りまして、なんかちょうどキャンペーン中みたいなので1万円が5000円だったんですよ、入会金。その5000円と月々の会費が5000円なんですよ。うん、入ってみたら、まあ SNS のログインのパスワード来まして、入ったら、もうすごいですよね、キャッチフレーズが。その、女性受けする服装を教えますとか。女性が好きな、レストランを教えます。
みたいなのがバーって書いてある中で、この一行に僕はびっくりしたんですけど、もしもあなたが女性と関係を持ったら、次の日、朝朝食を絶対に食べて、自撮りして、二人で写ってくださいっていう文章があったんです。え、何それ？これ何だろうと思います？はい。これって実は、たまに、やはりお酒飲んでそういう関係性を持つので、有名な企業の会社の人とかって女性からつつもたせじゃないですけど、お酒の勢いで無理やりみたいに訴えられることがあるんですよ、うん。そういう時に、まあ本当に法律的にうまくいくかはわかんないんですけど、その、脅迫環境ではなかったっていうことを写真で、いや、次の日もお酒も飲んでなくて僕ら普通に朝食食べてるんですっていう証拠を見せることで有利に働くことがあるっていうのが目的らしいんですよ。なるほどね。翌日一緒に朝ごはん食べるぐらいだったら、もう合意でもだったんだよねっていうことになるわけですよね。はい、そうなんです、そうなんです。ということは、結局その、牧の彼氏は、そのオンラインサロンのメンバーだったということなんです。はぁ、あ。だからもう僕からすると、はぁ、このパターン来ちゃったかと。もう途中でなんとなくそうなんだろうなとは思ってたんですけど、まあちゃんと証拠をつかまなきゃいけないですし、まあ、マキから言われていたのは、そのお金を貸してるからそれを返してほしいから、今彼氏がどこにいるのかを調べたいってことだったんで、さらに調べなきゃいけないのかと。プラス、いや、マキの彼氏は、オンラインサロンの人だったから、あのタワーマンションもあの赤いベンツも全部シェアされるものだったんだよと伝えなきゃいけないわけですよね。で、そこにも文言書いてあるんです。その共有スペース、平日だったら、1万5000円。土日祝日だったら2万5000円。で、ベンツも、平日だったら、1万円。土日祝日は2万円で貸します。みんなのシェアできるものだったんですよ。偽れるわけですね。それを使えばね、はい、お金持ちをね。ね、僕的にはもう先輩としての心苦しさもありますし、ただまあ全部調査してあげなきゃなと思って、そのオンラインサロン、怪しいオンラインサロンのことをググってみたら、もうすごい、やはりクレームなんですよね。ぼったくりとか、なんか、女性の桜がいる。へー。関係性を持つと、もう、金品をせがまれる。この書いてある。でも調べなきゃなと思って。月に2回だけ、全体で集まる、70人が集まるオフ会みたいなのがあったんですよ。うん。そこに僕、新人として入りまして。これ皆さんに、いや、僕、新人なんですけど、本当ナンパとかしたことないんですけど、うまくいきますかね？いや、できるよ、僕だってこうできたし、みたいな。だってナンパっていうかそういう関係性持った後と写真とか本当に、あ、撮るよ。え、どんな感じの写真なんですかみたいなので、僕、70人、ほぼ70人ぐらいいらっしゃったんですよね。全員のフォルダー見せてもらって。そしたらびっくりしたんですけど、ほぼ、そうですね、10人ぐらいのやはり桜がいるんですよ。女性側に。はい。あ、ここの人のフォルダーに、あの人のフォルダーに、あの人に、あの人に。またこの女性、またこの女性っていう。はい、なのでおそらくその主催者の J っていう人がバイト代を払ってその10人の人は雇われてる桜の女性がいる。なるほど、こうやって成功してますよっていうことにするためにね。はい、で、旅に行くレストランとかも決まってたりとか、なんかもしかしたらその J っていう人が、オーナーをやってるレストランかもしれないですし、買ってもらう服とかカバンとかも、あ、ほぼ一緒なんです。それ転売すると多分おそらく高いんだろうなとか、転売すると高いリストみたいなのがどうせあるんだろうな、みたいな感じがしたんです、うん。で、そういうリストを見たりとか、まあ、その、皆さんの70人の中のフォルダを見てて、びっくりしたことがあったんですけど、何すか？その桜の中の一人が、マキだったんです。え？で、ええー、と。え、ちょっとごめんなさい。え、怖い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 。だから、これどういうことかというと、おそらくマキは、その、彼氏って言ってる人は、そのお客さんなんですよ。お金をこっから虫取ろうと思ったら飛んじゃったと。じゃああいつからだったら取れそうだな。どうしようってなった時に、あ、そういえば昔お世話になってた方に探偵やってるな。じゃあこの人に私がちょっとお金貸したのにドローンされちゃったんですっていうことによって、僕の両親に入り込んで調査してもらおうと思ったと。いや、実はあの探偵って2008年に探偵業法が変わってるんですよ。お、そうなんですか？はい。なので男性から、いや、元カノを探したいって探してみたら、実は、ただただキャバクラの女性の方で、ストーカーのお手伝いとかになったりするので、2008年以降は、
なぜその人を探したい、じゃあその人の両親の許可を取ってきてくださいとか、いろんな OK をもらわないと調査しないんですよ。なるほどね。なので仕事の場合だったら僕はしっかり調査をしたんですけど、今回後輩からの頼みだったので、少しその隙が出て甘さが出てしまったというお話でございまして、なので、皆さんの隣にもね、詐欺師がいるかもしれませんという、一コアのお話でございます。今回も自然と拍手が。それちょっと探偵ならではの一コアお話を。まさか、マキさんが、そうなんです。そっち側だったとは。いや、もう、驚愕というか、震えましたよ。どういうこと？ここにも？ここにも？結局、マキはそっち側の、オンラインサロン側の人間だったという。桜騙す側だった。そうです。怖え！だからそっから僕はもう、マキに LINE して、ごめん、彼氏のこと調べられなかったわ、つって、LINE はブロックしました。はあ、だもしかしたらこのチャンネルを見て、また違う角度と。型に、つってあれ違いますよ、みたいな来ちゃうかもしれないですよね。マキさん、そういうことみたいですよ。怖いっすね。いや、ちょっとそういうことが、やはり、探偵やってると、あると。いや、本当に、まあ、何でもそうだけど、一方側からだけ話を聞いてると、はい、ね、こうなのかと思ったことが、反対側から聞いたら全く違ったってことって多いじゃないですか。はいはい、まさにそんなお話で、だからもう誰が悪者なのかっていうのってもう分かんなくなりますね。そうです。だからもう本当人間不信になっちゃいますよね、僕なんか。はい。はぁ、自分のチャンネルで話してくださいよ、その話。いや、もう島田さんのところでお話したいと思って私。いや、もう本当にありがとうございます。ゲスト、狼少年、片岡さんに来ていただいております。お願いいたします。お願いします。いやー、もう来るたびに、すげえお話をいただきまして。はい、いやー、ありがとうございます。もう自然と聞き終わったら拍手をしてしまうという。完成度、仕上がり具合。芸歴何年でしたっけ？もう芸歴は16年とかですかね。ベテランの味と言うんでしょうかね。まあ、美味しい料理にこうお話が仕上がってて。ありがとうございます。こっちはもうただこの耐えられるだけっていうね。とんでもないです。もう僕1年の目標を決めたんですよ。季節ごとにこの島田秀平さんの YouTube チャンネルに来て、2本喋るっていうのは僕、1年の仕事にしたいなと思ってますんで。本当に。前回も言いました。はい、荷が重いんですよ。もうそんな大事に捉えていただいちゃうと、もっと気楽にね、気楽にっていう風にしていただきたいんですけども、本当に、はい、いつもここで新ネタを下ろすっていうね、わけわかんないことしてくださいます。本当そうなんです。ありがとうございます。片岡さんのチャンネルもね、めちゃくちゃ面白いですからね、ぜひ皆さんそちらの方を本当にチェックしていただきたいと思うんです。はい。今日もいいですか？よろしくお願いします。はい。今日ちょっとお話しさせていただくのは、まあ僕探偵なので、まあちょっと怪談話とか違いますけど、探偵ならではの目線でお話しさせていただきたいなっていうのと、まあ僕のチャンネルで、ラジオライフっていう雑誌があるんですよ。チャンネルで？はい、チャンネルの中で、ラジオライフの編集長の方に来ていただいてお話ししていただいたりしたことがあるんですけど、はいはい、そのラジオライフっていうのは結構そういう、なんですか、裏グッズとか、うん、もう世間の闇を切るみたいな雑誌なんですよ、はい、その9代目の編集長の関口武彦さんって方が僕のチャンネルに来ていただいて、まあ、聞いたお話と、はい、あと僕が、探偵ならではで現場で体験したお話をちょっとミックスして今日ちょっとお伝えしたいなと。なんでしょうか、警笛を鳴らしたいなと思って今日やってきました。ちょっと皆さんぜひ知っておくべき情報ということですね、はい、頭片隅に入れといていただければなっていうお話なんですけど、要は20年前から犯罪っていうのは縦割りの分業制で組織化されてるんですよ。はい、これどういうことだと思いますよね。はい、例えば20年前にまあ、スーツの量販店があったんですけど、はい、そこで何千着ってスーツが盗まれる事件があったんです。へ、その事件ともう一つは20年前なんで、まだ中国が貧しかったんですね。
その中国の方が、まあ、不法で入ってくる、まあ、移民の方がいたんですけど、その事件、この事件が実は繋がっているっていうお話なんですよ。どういうことですか？はい。まずこの、スーツが何千着と盗まれたお話なんですけど、やはりその、犯罪の世界って、一つ特殊能力があると、なんかオファーみたいなのが来るらしいんですよ。はぁ。映画の世界ですね。はい。それなんか、ラジオライフの編集長の関口さんがお聞き、もう本人から聞いたらしいんですけど、その方は、もう、鍵師、裏鍵師って言うんですけど、どのドアでも絶対に開けれる人らしいんですよ。ある時知らない番号が電話あって、それが闇のボスらしいんですよ。で、お前何月何日、どこどこビルの前、来てくれるみたいな。カチャって切られるらしいんですよ。これで行ったら、その、まあ、スーツの有名な、もう量販店ですよね。そこの鍵をカチャカチャカチャって開けたら、ブワッと開けた瞬間に5、6人のグループがブワッと中に入って、何千着というスーツを全部、トラックに運ぶんですよ。はい。そしてトラックに人が乗っていて、そのトラックの運転手が運んでいくんですよ。これどういうことかっていうと、まあ、鍵を開ける人、スーツを盗む人、トラック運転する人、全部縦割りで分業されていると。闇のボスからの連絡をそれぞれもらっているので、もしも鍵師の方が捕まっても、仲間誰だったって警察に売ることができない。なるほどね。これが組織化されてるんです。ああ。で、じゃあその何千着と盗んだスーツ、安いスーツなんで、転売してもお金にならないんですよね。これをじゃあどうしたのかというと、中国の移民の方に着せるわけです。うん。移民の方が向こうから来た格好でしてたら、え、君何やってんの？ちょっといろいろビザとか見せてってなりますけど、まあスーツ着てたらもうわかんないですよ。もうスーツ着せて電車で全国に散らしたらもうわかんないですよね。なのでこのスーツ何千着と盗んだ事件、中国から20年前に来た移民っていうのは、ここもまた闇のボスがいて、縦割りの分業制で組織化されているという。ことなんですよ。一見交わらないように見えるけども、はい、繋がってるってことなんですね。そうなんです。で、今から僕が話す話は、まだ世の中に出ていない縦割り分業制の組織化のお話があるんですけど。ちょっとごめんなさい、もう、はい、ちょっと発想なんですよ、今。全然、何とある有名なコンビニがありまして、そこのまあ、リスクマネジメント、の部長の方なんですかね。に、まあ僕のところ連絡して、はい、ちょっと今最近、おでん詐欺というものが流行っていると。何おでん詐欺って。僕もわかんなかったんですよ、はい。おでんツンツンとかってわかるんですけど、おでん詐欺みたいな。ちょっとその犯人を調査してほしいみたいな。いや、僕ら探偵は逮捕権ないんで、警察の方に言ったら、まあ、おそらく身内の犯行なので、どこら辺が犯人なのかはちょっと、そこを調査してほしいっていうことで、関わったことが何年か前に僕あるんですよ。で、じゃあその、おでん事件って何なのかと言いますと、まず、まあ男性の方が深夜帯、おでん買いに来るらしいんですよ。で、買った後、家に帰って、電話してくるらしいんですよ。すいません、おでんの中に入ってました。そうすると、そのコンビニはマニュアルで、そういうもの、おでんとか買ったものの中にハエとか入ってた場合は、新しいものを届けに行くっていうシステムがあるらしいです。ああ。まずじゃあ僕届けに行きますって一人届けに行きます。そうすると深夜帯ってバイト二人しかいないんで、一人しかいないじゃないですか。はい。そうすると、スーツを着た人が来るらしいです。すいません。実は私、このコンビニのここら辺の地域のエリア庁の〇〇と言いますって言って名刺出すらしいです。うん。実はですね、最近おでん詐欺というのが流行ってます。え、何ですかみたいな。いや、実はおでんを買って家帰った後に灰が入ってたみたいので、クレームの電話をして、一人の人間が行った後に、まあちょっとこれはおかしいでしょ、おでんだけじゃなくてつってお金をこうせがんでくるやつがいるので気をつけてくださいねと。まあ、そのバイトなんかですと、ちょうど今ありましたよ。はいはいはい。ありますよね、ええ。名刺もエリア庁でもらってますから。ね、そのエリア庁が言うらしいんですよ。いや、実はこれ一斉メールで、店長に伝えなきゃいけなかったんだけれども、おそらく犯行が身内だから、ちょっとそれが犯人側に漏れると嫌なので、深夜帯に僕は1店舗ずつ回ってお伝えしてるんですよ。で、今ちょうどありました。ああ、じゃあそれはまずいね。じゃあ売り上げ預かってきます。わかりました。金庫から、まあ10万から20万ぐらいの売り上げを渡すんですよ。その方がいなくなる。
これが詐欺なんですよ。で、これも全て縦割りの分業制で組織化されていると。だからおでんを買いに来た人は買いに来た人でいる。ね、クレームの人はクレームの電話をする人がいる。ね、エリア長と名乗る人は名乗る人がいる。っていうので、こういうふうに縦割りの分業制で組織化されていると。もしかしたら、おでん買いに来た人っていうのは、何のために自分はおでん買うんだろうってよく分かってない可能性もある。の可能性もあります。ただ、はい、お前、どこどこに何時におでん買いに行け。はい。で、お金あげるから。お、わかりました。だけど、ただ、普通におでん買いに行っただけ可能性ありますよね。はい、そうです。ただ、すみません、これ、優れてるのが、後でじゃあ防犯カメラ見ればいいと思いますね。あ、確かに。そのおでん買った人と、そのコンビニのエリア長の人は、カメラがどこにあるか全部映り方分かってるんで、後からカメラで見ると、その二人が全く映ってないらしいんですよ。で、じゃあなぜコンビニはそれを警察に届けないのかっていうと、ニュースになった場合、あのコンビニって、おでん詐欺のとこだからなんか行くのやめようってなっちゃうじゃないですか。それが怖いってことと、まあまあ、10万円ぐらいだったらまだ、はあ、いいかっていうところで、まあ犯人は北海道から沖縄まで全国に回っていると。そんな中で一個、まあとある地域での僕は調査をして、このグループが犯人じゃないですかっていう報告書を届けて、ちゃんと警察が捕まえたっていうところまで持ってったことなんです。すごいよく調べましたね。だからそれはあくまで一グループの闇のチームを作っただけなので。そうですよね。もっと大きなドンはいるんで、もうトカゲの尻尾ですよね。っていうことがあったんです。これまだ、縦割り分業制の組織化の話があるんですけど。まだ、あ、はい。クレジットカードです。クレジットカードこれ皆さんやはり便利なんですけど、気をつけてほしいなと思うのは、カードってあれ結局番号を要は入れちゃえば、物を買えますよね。買えます、買えます。それまあお金も、引き落としたりできたりとか、もう、現金と変わらないのに、50年前からセキュリティが甘すぎませんか？うん。だって簡単な話が、コンビニで例えば待ってて、誰かがカード使ってるとき、その番号を覚えたり、ちょっとカシャって取ったりしたら、まあ、物を買うことはできますよね。うん、で、また保険も入ってたりするんで、盗まれた側も、まあまあ保険で戻ってきたからいいや、みたいな感じなんですけど、結局、便利になりすぎたので、うん、全世界にカードが散ってるわけですよ。はい、なので、一見集合って集めてセキュリティを変えれないんですよね。はあ。なので、例えば三井住友ビザカードとか、番号が、その表面にあったんですけど、最近裏面になったんですよ。あ、そう、なんか、はい、急にね、はい、あれ、番号、あれ、デザイン変わったのかなと思ったら、番号、あ、裏に変わったんだっていう。そうなんです。そういうのがあったってことは、おそらく何かの事件だったんですね。そうすると、じゃあ、犯罪する側ももっと違う方法を考えよう。もう、いたちごっこで、これ、セキュリティがこう、ちょっとずつ上がっていくんですけど。いや、だってほら、クレジットカードの場合でもね、レストランとかで、ちょっとこう、じゃあこれ、お会計お願いしますって預けちゃうパターンなんてね、普通にあるじゃないですか。はい。その時ってもう番号とかって正直、裏側のね、セキュリティコードも全部こう、もう見放題っすよね。島田さん、まさにそういうことなんです。これどういうことかっていうと、今それが縦割りの分業制で、水面下で流行ってるんですよ。これ例えば、カードをスキミングして、自分で物買って、お金引き落としてってしたら、ちょっと悪いことしてるなってなりますよね。高級なお店だったら、お店は全く悪くなくても、アルバイトしてる人は、今ちょっといろいろこういう世の中なんで、不景気でお金ないですよ。はい。そういう方が、例えばじゃあ島田さんが来てお会計、ああ、じゃあカードどうぞって言って、パッって言った時に、写メカシャって取って、普通にお会計して渡して、それを闇のボスに写メだけ送る。闇のボスが、とあるグループに、じゃあこれでお金落としたり、物を買ってくれってして、月末に10万円を振り込まれてきたら、やっちゃう人いるじゃないですか。なんか罪の意識まだ低いです、うん。そういう方が多いので、島田さんも、もしもそういう高級店とかでカードとか渡すことがあれば、そのレジまでついていった方がいいですし、もしくはここで今、カードを切って、お金を引き落としてくださいっていうふうに伝えた方がいいという経緯的でございます。
まだあるんです。ちょっとごめんなさい。フライングしちゃいました、ちょっと。もう一個あるんです。今、レクサスの車が狙われています。これどういうことかというと。まあでもレクサスって言っても日本車もね、最高級の車。もうセキュリティも最高級ですよね。あ、そうですよね。はい。もう、それは高級車なんで。多分狙われてるんですよ。これちょっと前までは、ハイエースだったんですよ。聞いたことあります。はい、ハイエースってのはまあね、丈夫だし走るし、海外でも大人気だっていう。そうなんです。で、まあ、商用車として使われたりしてるので、結構、まあ、セキュリティ甘かったんですよね。で、まあ、ハイエースを盗まれたくなければ、ハイエースに乗るなっていうことわざが当時あったぐらい、盗まれてたらしいんですよ。まあ、やはりハイエースだと、掃除する会社の方とかが機械とか乗せてるんで、もう車はいいから、掃除する機械だけ戻してくれとか、まあそういう事件が。そうか。はい、そうですね。仕事の大事な道具全部入ってますもんね。そうなんです。それごと行かれちゃうと、むしろそっちの方が痛いってことありますよね。そうなんです。それもお金になるし、もちろん。はい。ね、まあそういう事件があったんですけど、最近はやはりもう時代が変わって、もう盗むリスクがあるんだったら、もうハイエースとか安い車じゃなくて、レクサスみたいな高級な車盗んじゃった方がいいでしょって考えになったんですよ。だけど、じゃあそんな高級なレクサスの車はなかなか盗めないですよね。セキュリティとかすごそうですよね。はい。これは簡単に盗めるんですよ。え？例えば、まあ高級なレクサスの車を持ってる方が、ファミレスの駐車場に入ったとしますよね。はい、ピピピピピ。で、キーって今もうガチャガチャガチャってやんないですよね。リモコンキーでピッて。閉じますよ、はい。そのリモコンキーと車の間って、別にここの間だけ電波が飛んでるんじゃないんですよ。Wi-Fi みたいに全体飛んでるんですよ。へー。そういう時に、例えば悪い奴が駐車場で待ってて、その、ピッっていう電波を盗む機械があるんですよ。そんな機械あるんですか？はい。その機械が、コードグラバーっていう機械なんです。これ何かと言いますと、修理するときとか、じゃあ、島田さん車ちょっと修理したいです。ああ、じゃあ、スペアキー作ります。ピッっていうので、もうボタン一つで、データを全部、ここに、移せる機械なんです。だ修理屋さんとか工場の人とかが持ってるやつで、日本では手に入らないんですけど、海外のセキュリティの低いところから簡単に、ネットで買えちゃうんですね。なので、例えば島田さんが高級車に来て、来ました。ね。これリモコン機でピッてやったのを僕がコードグラバーでパッとコピーする。それを、例えば B という犯罪組織に渡せば、その場で、あ、サンキューっていうので、その人たちが車をピッと開けて、運転して、どっか持ってっちゃうんですよ。で、車両番号を変えちゃうんで、見つけようがないんですよ。なので、例えば家とかでもそうですね。家でピッてやってもコードグラバーがあればコピーできちゃうんです。うん。でっかいデパート行ったとしても、コードグラバーで全部コピーできちゃうんです。今その犯罪がすごくてですね。ああで、結局その車を海外に持っていくとき、そのまま持っていくとバレちゃうらしいんです。どうするかっていうと、車の前と後ろを機械で真っ二つに切るんです。え？別々で船で運んで、海外に着いたらそれをくっつけて売るんです。なので、車を盗む人がいる。運ぶ人がいる。海外で売る人がいるという、この闇のボスがいて、これも縦割りの分業制で組織化されているという。あなたの隣にも詐欺師がいますんでね。皆さん気をつけてくださいという一言のお話でございました。じゃ、車の場合どうしたら防げるんですか？いや、そこなんですよ。なので、それをやることで、じゃあさらに、コピーをもう一回、二回しないとできないようにするのを、レクサスの方が考えたとしても、結局このコードグラバーがまた超えてきたりとか、これイタチごっこで上がっていくしかないみたいです。いや、一時期ね、その高級車レクサスとかって、はい、もちろん車体もそうなんだけど、ホイールとタイヤ、かなり高級だから、はい、普通に、外に止めてた方が、乗ろうと思って、エンジンつけて、だったら、あれ？車が進まないぞ。おかしいな。と思って、なんだ外出たら、下にブロック塀かまされてて、全部こうタイヤとホイールだけが取られてた。はい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 。いや、そういうのもありますよね。ただそういう時に、あれなんです。分業制だから、もうパパパッと来てタイヤだけ外す専門家。そうです、そうです。って言ったらそれを運ぶ専門家。そうです。
売りさばく専門家、はい、全部ここは繋がってないから、これが妹の支援から捕まえられないんですよね。そうなんです。で、ここ捕まえたとしても、この売ってる人が誰かわからないから、はい、結局車帰ってこないとかってことになる。そうなんです、そうなんです。めちゃくちゃ怖いですね。いや、恐ろしいんですよね。なので、便利になればなるほど怖いこともあるので、なかなか考え物だなっていう。なかなか鍵でガチャガチャガチャってやる時代ってそこまでスピーディーにはできないですよね。そうか、だからむしろあの時代の方が安全だったかもしれない。なのかもしれないっていう話でございます。はぁ。いやぁ、ちょっと。あ、すいません、ちょっと。すいません。なんでしょう。肩凝っちゃいましたね。いや、ただこれはもう島屋さんもそうですけど、まあ YouTube を見られてる方も頭の片隅に入れとけば、あ、じゃあちょっとこういう時は立体駐車場に入れようとか、対策ができるじゃないですか。なるほどね。はい。と一番怖かったのが、ファミリーレストランとかで車止めてる時に取られちゃうんだって。はい。ファミレスなんて、ね、別に車もいっぱい止まってるし、なんか安全なのかな。はい、はい。ファミレスって、なんかそんなことあるわけないと思う。はい。なんか本当にこう、ちょっと治安が悪い街の薄暗い片隅のコインパーキングとかはちょっと怖いのかなとか思ったりするけど、ファミレスって思っちゃったんですよね。そうです。これちょっとピーってなっちゃうかもしれないんですけど、一番それが盗まれたり被害があるのが、嘘、めちゃくちゃ行ってますよ。ですよね。業界の方って結構あそこ行かれますよね。あそこ結構見たいですよ。これもう大都市ですよね、あそこ。ちょっとなんか田舎の方のね、された感じのパーキングでとかなんかわかりますよ。まあでも確かにあそこってもう土地がや、もう止まってる車がもう全部もう高級会社、高級会社、高級会社だったりするんですよ。一番もしかしたらそうかもしれないですね、場所的に。はい。気をつけてくださいって、ちょっと今日は警笛を鳴らします。怖っ、はい、ちょっと、期待を裏切らないよ、本当に。いやー、今回も何個も積み重なってくる、怖いお話でした。ありがとうございました。ぜひ皆さんですね、片岡さん、はい、YouTube チャンネルやられています。はい、こういった情報満載ですからね。はい。もう、ためになる情報もたくさんありますんで、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。いや、今回も片岡さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。